いや、これ、イエロージャケットなのに黒いの着てますね。黒いイエロージャケットのセットもらいました。はい、リプレイでちょっとこのイエロージャケットの黒バージョンをチェックしていきたいなと思います。本当に黒いですね。で、私が注目すべきポイントは黒いストッキングだと思う。結構褐色の肌なのに、これ薄いね、黒いストッキングはちょっとセクシーすぎるなっていう。顔もね、もともとはっきりしてるんだけど、黒になることでもっとはっきり、なんか強い女性って感じですよね。マニキュアまで黒いしね。ほんと真っ黒です。イエロージャケットって名前どうしたんだろうってすごい気になっちゃうぐらいのね。結構この子顔のドアップにするとそばかすがあって、なんかちょっとチャーミングなところもあるんだけど、いやー、イエローがどこに行ったのかっていうのがすごい気になっちゃいますね。で、今日他にもいろんなアップデがあって、はい、たくさんのね、スキンが来るんじゃないかと、リーク情報でたくさん出てました。めっちゃ可愛い。これ気になりません？ツルハシ。めちゃくちゃ欲しいんだけど、あとなんだろう、バックアクセサリーかな？いや、これですよね。めちゃめちゃ欲しい。めっちゃ可愛い。どんだけお金使わすんだろうみたいな。ね。これですよね。ギャラクシーカップ。こちらは、アンドロイドで出れる大会でゲットすることができると。ゲットできる条件が、アジアの場合だと上位の1250名の方がプレゼントゲットできると。あと5回以上ゲーム参加した全プレイヤーには、ラップギャラクシーがゲットできる。どれだろうね。これは、多分セットについてくるやつはまた別売りなのかな。スキンがもらえるとは書いてるんですよね。ツルハシとグライダーは別なのかもしれないね。ちょっとわからないです。でもまた後日、なんか販売してくださるみたいなので、まあ出れてゲットできたらラッキーだなって思っとこうと思います。あ、もちろんスキンは狙ってないですよ。さすがに。さすがにちょっとおこがましいなと思ってるんで。今回のアップデで車は来なかったですね。次のアップデで来るのかなっていう感じですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またねー。